は、中華民国、中華人民共和国の実業家、教育者。久し豊か宝石工商など、宝石工場の経営者として名高く、上海共同疎開の名手として、また職業教育の推進者としても活躍した。名は、そのまさるだが、近年はむしろ字の雲台で知られる。疎石は、湖南省公用布港、山形、1893年、 わらべみを受験し、秀裁となった。しかし後に進学に転じ、外国人から英語、電気、科学などを学んでいる。1904年、また、大公誌で経理となり、1908年にまた、大公誌が花新宝石新曲を買収し、これを、久し豊た宝石新曲と改名すると、上雲大が、その総理となった。中華民国建国後の1917年、 上雲台は、紀縁土うとともに、上海で、中華職業教育者の結成に参加し、上雲台は、臨時幹事となった。第一次世界大戦終結後、上雲台は、久し豊た石紡績新局の施設拡充に乗り出し、新型の紡績機を導入して、生産規模を拡大し、工場を増築している。その後、上海共同疎開工部局で中国側の顧問、 教育委員を歴任したほか、副担大学校、東野中華文化教育基金会、東ごとなど教育会での活動に積極的に参与している。1920年5月、上雲大は英 d 検証、東ごととなり、同年には上海に職業学校を創設した。さらに、上海総商会会長や全国社長、連合会副会長にも当選している。これ以後も、 積極的な事業展開に乗り出し、王政帝らと、かゆたか石講師、長健らと、中国鉄工商工商機、新候補らと中尾貿易講師などの企業を次々と創立し、いずれでも幹部を務めた。しかし1923年以降になると、外国資本の中国進出が相次ぎ、上雲台が経営に参与する企業はいずれも苦境に追い込まれ、 大きな損失を被っている。失意のあまり、1926年に、上雲大は、上海共同疎開に退き公部局、党ごと、顧問の肩書きは有しながらも、実際には、仏教信仰の生活に入った。翌1927年、久し豊か宝石講賞やか豊か宝石講師は、いずれも日本企業に買収され、中国鉄講省も1932年の第一次、 上海事変で戦火により消失してしまう。日中戦争終結後になり、ようやく、上雲ウ・は、経済界での活動を再開する。久し豊か貿易交渉の経営権を回復し、さらに会社組織を有限講師に改組した。中華人民共和国建国後も、上は大陸に止まって、交渉の経営に専念し、晩年は生産、経営も軌道に乗っている。 1953年12月12日、上海市にて死去。去年74。ありがとうございます。